ちは、オフスートです。こんにちは、オフスートです。違うな、2回でいいよ。じゃあ、今回の企画はですね、今日何やるんすか。今日は、僕が垢抜けにやったことを参戦していきたいと思います。知りたい。まあ、まだね、抜き切れてない、自分では正直。いや、抜いてね、だいぶ、頑張ってる方ではあるね。今回僕が、高校生ぐらいの時と助手資格をして、あの、いろいろ自分のためにケアしてきたこと、自分磨きで頑張ってきたことの中で、特にこれ良かったなと思う3つを紹介していきたいと思います。いいっすね。はい、お願いします。まずは、はい、比較してほしい、そのサムネにもしてるんですが、あの、僕の、高校2年生の時の写真がこちらです。やばい、やばすぎっす。黒、やばくね。黒い。でもこれだって6月 6? 6? 8月の黒さ。8月の黒さだね。そう、写真遡っていったら、これ高3からちゃんと日焼け止め塗り出してる、だから高2が一番ひどくて。なるほどね。そう、ピーク、ピーク、真っ黒のピーク、6月でこれよ。やばいっていう状態から、まあ一応ね、この今この状態までだいぶ白いもん、ね、頑張りました。早速3つ紹介していきたい、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ何だと思います、3つ。そうっすね、やっぱりさっき日焼け止めのこと言ってたんで、なんかスキンケアみたいなやつあると思います。一つ目は、一つは、あとはなんか筋トレとか。ああ逆に体を鍛えたら、なんか顔ってシュッとする。確かに、それもあるから。あとは、まあ、あのめっちゃ可愛い彼女を作る。ボケではないと思うんだけど。なるほどね、まあ、でも確かにそうか。垢抜けるためにも可愛い彼女を作って、常にやっぱりその、いい男であらない、あり続けるみたいな。どうですか2つ、今日発表する中で言うと1つ正解。なるほど。でギリギリまで、ま、迷ったのだと2個目も正解。おお、もうじゃあもう終わりやん。3個目はもう次回の動画でまた会いましょう。待って待って、話させろ。俺が頑張ってきて一回これエンドロール入ってるから編集で、はい。ということでまず1つ目発表していきたいと思います。お願いします。さっきカントも言ったんですけど、日焼け止めスキンケアをすること。おお、これ一番大事。日焼け止め、ね、日焼け止めすんごい大事。高校ってさ、結構、まあ、ソフトテニス部の方が多いと思うんだけど、ソフトテニス以外の子もさ、あんまり日焼け止め塗るタイミングとか絶対ないじゃん。ないない。だから基本的にね、黒い子が多いけど、ね、外はね。だけどもう僕が高校卒業して大学入ったタイミングぐらいから、365日あの雨の日も曇りの日も日焼け止め塗ってきました。すごい。今でもそれは結構雨の日もやる。塗る。あの曇りの日ね、マジで気をつけた方がいい。マジ。紫外線強いね。一番強い。なんか晴れの日って、まあそれ焼けるじゃん。だけど晴れの日ってさ、赤くなってなるじゃん。だけどそれより曇りの日ってなんかもう熱は加わらないんだけど、その分もうすぐ黒くなっちゃう感じだから、ね、曇りの日でも絶対に塗った方がいいですね。まあ、あの僕スキンケア大学高3の終わりぐらいかな、初めてちょっと結構沼っちゃって、あの話したこといっぱいあるんで、スキンケアまたちょっと別で長くなっちゃって話させてもらおうかなと思います。なんか僕も今スキンケアちょっと最近意識するようになって。あ、そうなの。誕生日にね、あ、そうそう、京介がくれた、鹿、そう、鹿のここに、鹿の、ね、洗顔がね、洗顔使わせてもらってて、結構ね、肌の調子良くなったりとか、で、その洗顔した後にちゃんとタオルを使わないとか、もう意識してるんですよ。すごいじゃん。そう、意識して、で、その後無印の、化粧水、あ、その前にど、あの導入化粧水やってんの。化粧水で乳液、へー、やってんすけどね、僕スナック菓子好きなんすよ。スナック菓子好きで、これ天敵っすね。天敵だね。あ、そこもあの美肌改善動画私は出そう。出そう。うん。ちょっとやっぱ語ろう。お願いします。はい。まあ、僕の話は置いといて。ということで、2つ目、眉毛サロンに行くことです。うわっ。マジか。ちょっとね、実はこれ昨日行ってきて整えてもらったんですけど。最近気になってました。結構。もうこれさ、ちょっと見て、実は
眉毛おなくね。ないね。でしょ。自分でやってる大事だと。そのやっぱ左右のバランスが崩れるし、うんうんうん、でちょっとミスっちゃって深くしちゃうとそこに合わせて細くしなきゃいけないから、確かに確かに、もうエンドレスになっちゃう、うん、からエンドレスで、そのエンドレスでもう気づかなくなる、そのなくなるみたいな、そうなっちゃうから、もうは大体月に1回、撮影の時とかある時は3週間に1回ぐらいのペースで整えに行ってます、うん、なるほどね。でも1回目やってもらったのが2年前ぐらいなんですけど、うん、もう1回行ったら自分でやる気にならない、うん、ならない、うん、全然違う。なんかあれだよね、その塗ってそのマック書いてワックスで剥がしてもらったけど、そんなに痛くないし、うん、値段的にも4000円ぐらいから5000円ちょっと幅で、うん、かなり今メンズ美容の需要が増えてるから、うん、そのメンズの眉毛サロンも結構増えてるので、うん、ぜひ気になった方は眉毛サロン簡単もこれからね、うん、いや行くよ、うん、ずっと行こうと思ってて、うん、だけどどこがいいか分かんない。あ、なるほどね、うん、すい教えるわ、お願いします。その様子とかもね、ちょっとビフォーアフターの動画また回していくんで、はい、楽しみにしてください。お願いします。っていうのが2つ目でした。3つ目、はい、3つ目、美容室にこだわる。美容室か。はい、東京一人暮らしを始めて、今年 7年目かになるんですけど、結構転々と美容室渡り歩いてきました。いろんなとこ行ったの。うん、で内装のさ好き嫌いもやっぱあるじゃん。うん、だけど雰囲気ね。そうそうそう、だけどやっぱその誰に切ってもらうかってめっちゃ重要だから、うんうん、なんだろう、誰が、まあみんな多分上手いと思うんですね、うんうん、まあね、ある一定レベルね、プロとしてやってるわけだし、うんうん、だからその自分の感性と合う人を探した方がいいな。確かに。で僕結構美容室行って初めての美容室で気にしてることが、うん、美容室の仕上がりよりも次の日自分でセットしてみてどうなるかっていうのがめちゃくちゃ大事だと思ってて、そこを意識して、そう、行ってもらってその美容室さんにセットしてもらってどうですかっていう状態ってすごいいいじゃん。うん、ああいいっすね。それはね、それはいいなるんだけど、そのセットを果たして自分でできるかっていう、うんうん、まあ難しい、うん、そのアイロンとか使ったり、あの美容室のワックスとか使ったりしてやると、うん、そのブローのやり方がやっぱ違うから、うん、ちょっと難しいなと思ってるんですけど、その次の日自分の髪セットしてみてめっちゃしっくりくるってなったら、すごいその美容師さんとの相性というか、なるほど、合ってるかなって思って、そこをめっちゃね意識してほしいです。ね、意識した方がいいね、やっぱりね。はい、はい、という感じで、まあ、美容師探しの一つの基準として覚えておいてもらえれば嬉しいかなと思います、はい、っていうのが僕があのひどい真っ黒の高校生時代から、なるほどね、あの少しは、はいはい、人前に立てる、カメラ前に立てるレベルまで成長した3つのことでした。でもね、できそうだもんね。だってスキンケアもさ、まあ、ちょっとお金かかるけど、まあ、日焼け止めはでもとりあえずさできるし、うん、できるし、スキンケアでしょ、で眉毛でしょ、眉毛サロンで美容室、美容室、まあ、そんなになんかね、そうだよ、まあ、言うたら1万とか1万5千円ぐらいできる、うん、できる。で、なんでね、結構そのやっぱ見た目が変われば自信つくし、自信つくし、可愛い彼女もできるし、おらんね。なんで？言わんといてほしかった。なんでおらんの？悲しいね。なんでおらんの？カット。なんでおらんの？ぐさぐさ。そういう感じで終わります。なんか今後もその垢抜けるためとか、僕は全然垢抜けてないんで、これからね、京介に聞いていきたいと思うんですけど、まあ、自分がね、より良い姿になるために、うん、お互いにね、うん、僕らも美を意識して、うん、あのかっこよくなれるように頑張って。チャンネルを見てくれてる人もね、一緒にあのかっこよくなったり綺麗になったりしていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。という感じです。はい、はい、今の3点ね、納得できたら、うん、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。 See you soon.